六六組のエンタメラボようこそ。六六組のケメラジとペチと今日のエイコとサクです。ということで北斗第1話直後考察は北斗、北斗、いやー我らが、マリアッティ、イーテオマリエさん主演のねドラマですけども、本当にいつもお世話になっております。悲しみさんですよね。悲しみさん、感情のやつ。僕はね、期待です。期待さん、期待さん、あ、そうそう、喜びです。喜び、あ、黄色担当なんで、はい、なんで、なんですか。なんですか。フリスク飛んじゃった。おい、飛ばすな。フリスク飛んじゃった、ごめんなさい。何をしてんだお前、大事な撮影。いや、そうだね、ごめんなさい。はい、ということで、今ね、あったようにこのオクトっていうね、ドラマなんですが、主人公ね、真の明かりが持つ特殊能力がね、まあ、人の感情が色で見えるということで、それを用いて、まあ、事件を解決していくというドラマですね。はい。新しいね。そうそうそう、新しいよね、うん。そうそう。で、まあ、この能力が開花したっていうのが、まあ、明かりが体験した15年前の両親殺害事件がきっかけだったということなんですけども。うん。だから、まあ、このドラマはね、まあ、縦軸としては、まあ、この15年前の事件の黒幕とか犯人が誰なのかっていうところなのかな、はい、ですよね。うん、まあ、もしかしたらね、明かりのこの能力がなぜこの事件をきっかけに開花したかっていうところも、まあ、もしかすると仕組まれた陰謀だったりとか、なるほど、するのかもしれないんだけども、はいはい、まあそういったところがこのドラマの縦軸になってくるのかなという感じなんですが、うん、まあ基本的にはね、今回の第1話、まあ見たように、まあ単発のね、うん、1話完結の事件がメインにはなってくるんですけども、うんうん、はい、まあ面白かったですね。面白かったよ。うん、めちゃくちゃ新しいというか、なんで、明かりがね、そのオレンジの機体の色が見えてるのか、うん、その理由は何なのかっていうのをどんどん探っていくみたいな感じで、僕らも視聴しながらその理由とかをね、リアルタイムで考察できたりするっていうのが非常に面白いドラマだなと思いましたね。うん、はい。ということで、まあこれからのね、展開がとても大注目なオクトなんですけども、このドラマはですね、毎週木曜日の夜23時59分から読売日本テレビ系列系で放送されておりまして、僕らその翌日の金曜日ですね、直後考察動画を出しています。かなり反響とかがあれば直前考察動画なんかもやりたいなと思ってますので、ぜひたくさんのコメントよろしくお願いいたします。ということでですね、先ほども言ったように、まあ、このドラマのメインは1話完結の事件ではあるんですけども、まあ、今回の第1話は本田望結ちゃんがね演じられる、まあ、パパ活メンヘラホス狂い承認欲求女の咲子が主軸のストーリーです。詰め込みだよ。いや、もうでもほぼその通りなの。もうそれにね、全て凝縮されてると思うんですけども、お前よな、そう、めちゃくちゃ共感できる。ホスト以外、もうね、そう、ホスト以外もう、うん、バカともしてない。ごめんなさい。そう、でもなんかその数字に縛られるとか、うん、なんか、まあ、承認欲求がとかは、うん、めちゃくちゃ分かって、心苦しかったというか、まあ本当にね、そのあらゆる数字に縛られて、まあ数字を持ってなきゃ価値がないぞという思想がね、うん、行き過ぎてしまった結果、うん、まあカップルに見せかけた男性との心中で、はい、世間の注目を浴びようとした女性の話でした、うん、っていうことで、まあなんかね、まあ男性は死んだんだけども、まあ、特に殺人事件とか、そういった類の話ではなかったっていう話でしたね。はい。ということなので、まあ、一応完結の件はね、それ以上触れるところはないんですが、やっぱり気になるのは縦軸のね、話なんですけども、うん、まあ、今回はね、情報がそこまで出てこなかったんですが、まあ、気になるところっていうのはありまして、まず注目すべきは、やっぱりもう一人の主人公でもある風早ですね。亮だ、うん、このそう風早亮絡みでちょっといろいろ気になるところがあったので見ていきたいんですけども、まあ、そもそもね、風早はとある事件がきっかけで、まあ、警察本庁から神奈川県警に飛ばされたそうなんですが、まあ、その事件っていうのがね、何なのかっていうのは一応ちゃんとは言われてないんですけども、うん、おそらく回想シーンで出てきたなんか警察がね隠蔽したであろう覚醒剤絡みの事件を多分風早がなんか明るみにしようとしたかなんかで、うん、まぁ、あ、ちょっと飛ばされるきっかけになったのかなっていう感じだよね。新野さんの事件とは関係ないっていうことだよね。いや、多分おそらくそうなんだよね。新野あかりの両親が殺害してられた事件とは直接関係はしてないと今のところは踏んでるんですが、うんうん、でそのね、風早が明るみにしようとした覚醒剤の事件のまあ被疑者っていうのが、まあ、警察関係者の息子かなんかだったのかなと。なるほどね。なんかそういうところで、だからちょっとまあ目障りだったから、ちょっともうこれ以上やめてくれっていうので、飛ばされることになったのかなっていう感じはするよね。うん。で、この風早を神奈川県議に飛ばした張本人っていうのが、まあ、船越英一郎さん演じられる平安なんだよね。平安が、まあ、風早に神奈川県警に行き、内々に調べてほしいことがあると言って、まあ、風早を飛ばしたわけなんだけども、うん、まあ、一体じゃあなぜそのようなことをしたのかっていうことだよね。うん。まあ、これはおそらく、平安が15年前の事件の犯人だからなのかなと。あら、もう犯人まで行くんだ。うん、
犯人じゃないですか、多分これは。見えましたってちゃんと言えよ。あ、見えました。見えました。と、はい、いうのも、やっぱこのうちうちにね、調べてほしいことって言ったのは、まあ、真の明かりの能力のこと。と、まあ、何やら怪しい動きをしている雲川のことだったのかなっていうことね、うん、はいはいはい、そうそうそう、そうだよな、うん、じゃあなんでね、あかりに対して調べるのかっていうと、まあ、そのね、やっぱ事件の15年前の事件の当事者だから、やっぱその能力をね使って、なんか事件の犯人に近づかないかっていった懸念があるから調べさせたのかなっていうところと、あと雲川についてはやっぱ事件について調べてるので、うん、やっぱそのね進捗を調べるためっていうかね、うん、やっぱりどの程度事件に近づいてるのかなっていうのを、まあ、風早に見張らせるためにっていう意図があったのかなって感じがするよね。そうだね。そうだから、まあ、風早自身に何か裏があるとかでは一切なくて、やっぱり全て秀康が風早を使って調べさせてるっていうだけだと思いますね。いや、正直、うん、どっちにつこうか迷うんじゃないかな。そっちだろうな。そうだから今は多分普通になんか正義のもと動いてるつもりだけども、うんうん、あ、実はそうやって自分の隠蔽のために、うん、平安の隠蔽のために自分が動かされてたんだっていうのを気づいて、うん、多分そうだね、それで寝返るっていう感じなのかな、うん、やっぱさ、真野のさ、能力としてさ、色が見えるじゃん、うん、だからさ、あんま近場だとさ、うん、もう色見えてさ、犯人分かっちゃいそうだから、うんうん、やっぱ船越さんぐらいちょっと遠目にいないってさ、いや、そうだよね、合わなそうじゃん、なかなかこの、いや、まあそうだよね、うん、なんかその辺も含めて船越さんめっちゃ匂う、まあ、匂うよね、正直、まあ、船越さんっていうところもあるから、うん、でもまあちょっと気になった点で言うと、真野が最後の方さ、風早の色を見ようとしたじゃん、はい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 、でその描写がなんかなかったというか、そこはちょっと濁されて、結局色が何色か見えなかったっていうところが、なんか実はとんでもないおびただしい色が実は見えてんのかなとかも考えたけども、そうね、まあでも真野あかりは、まあ今ね寝たきり状態になってる姉のところに行った時も、風早のことについてちょっと喋ってて、なんか警視庁のエリートだったらしいよみたいなことも言ってたから、なんかそこの疑念みたいなところは抱いてないっぽかったから、そうだね、うん、だから本当風邪に関しては本当に特に黒幕とかそういう類ではないのかなって感じだよね、うん、っていうことなんで、まあちょっと戻ると、じゃあなぜ平安はそういったね15年前真野あかりの両親を殺害したのかっていう動機のねところについて考察していきたいんですが、今回ね、殺されたあかりの父親である陽介っていうのは神奈川県警の刑事であることが分かったんだよね。はい、そう、雲川がね読んでいた記事にそういう風に書いてあったので、まあそのね真の陽介の同僚だったのが平安なのかなと。うん。うん、まあ年齢的にもね、多分おそらくそのぐらいなんだよね。今真の陽介の年齢はプロフィールには書いてないんだけども、うん、まあ東京03の豊本さんが実年齢が47歳なので、はい、だからその死んだ当時が、うんうん、多分47歳ぐらい前後として考えられる、うん、なのでまあそのね15年後ってなると、まあ現在の平安と大体同じぐらいの年齢にはなってくるので、なんかそういった同期だったっていう線はかなり濃厚ではあるよね。濃厚すぎ、うん、そう、濃厚すぎるね。だからまあ本当にベタに考えると、まあ出世争い云々で、うん、なんかね、うん、ちょっとどうしてもやっぱり陽介が結構ね優秀だったのかっていうところで、邪魔だったから消えてもらうっていう形だったのかもしれないし、うん、まああとはよく刑事ドラマあるあるだけど、まあ陽介がなんか警察のなんかもっと暗い部分に気づいて出た、そう、それに平安も関わってたから殺したとかね、うん、うん、っていうのもあるんだけども、ちょっと動機の面は本当に今のところはね見えてこないけども、うん、まあ、そういったこともあるのかなって感じですね。船越さんのですね公式ホームページのコメントでですね、またそう、私が演じる謎多き警察庁次長の秘密を推理してドラマの真実に迫ってみてくださいっていうコメントをね船越さんが寄せてるので、うん、絶対秘密があるっていうことだよね。そうだよね、うん、だもうこれほぼ答えなんじゃないかなっていう受け取り方的にはな感じもするけどね、人物的に言うともう平安一番要チェックだな。いや、まあ正直ね、そうなってくるんだよね。まあちょっとね怪しいのが精神科医の河本もあかりのね良きその理解者みたいな風にはなってるけども、まあ何か裏があるとすればこの人物なのかなっていう ね、なんかそういったいろいろ研究で、じゃあもう色とかもあんま見えないようにしてるというか、あんまりその色には出てないってことなのか、まあ、まあなんかねそうかもしれないし、裏切りがあっても面白いかなって感じですね。近づきすぎちゃったかな真実に。いやこれ、いやなんかもう早速第1話にして割といい線にいってるのかなっていう感じはするんですけども、ね、まあでも相関図見るとねちょっとスペースもありますから、うん、いやそうなんだよ。いやもう完全に寮の上がね、寮の上が空いてんのよ。寮の上が空いてる、はいはいはい、
これ入る可能性もある。あ、また違う人物が、うん、ラランドのサーヤさんが。いらないね、二人もコンビでラランド出るんですか。どっちでもいい、その喋ってもないから。そう、まあ確かにね、他のキャスト、追加キャストも多分ね、続々あるでしょうし、まあ毎回ね、ゲストが豪華でして、次回が橋本まなみさん。あら、いいね。もう決まっているので、まあそのね、誰がゲストになるのかっていうのもね、楽しみにして、残りの話も楽しんでいきたいなというふうに思います。はい、で、僕たちはですね、このオクト以外にも、バチェロレッテだったり、これから始まる赤いナースコールのね、はい、考察をどんどんしていきたいと思いますので、ぜひこの夏も我々と一緒に考察楽しんでいきましょう。お願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。以上、ロクロクでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。ということで、サク。はい。もし特殊能力で相手の何かが見えるとしたら何がいいですか？海馬。海馬？海馬見えても別に、そんなないよ、その差は。海馬。見えたとこで。